福岡県道245号新北九州空港線は福岡県北九州市小倉南区から京都郡神田町に至る一般県道である。起点が数十メートルの区間が政令指定都市である北九州市内にあるが管理は全線を福岡県が行う。全線が地域高規格道路である新北九州空港道路として整備されている。 事業路線名は新北九州空港連絡道路。2006年3月16日の北九州空港、開港に合わせて3月5日より暫定供用された。北九州空港へアクセスする唯一の道路で、連絡協部は一般道路扱いで、歩道もあり、徒歩で海を渡ることも可能である。なお、北九州空港開港時までに供用された。 地域高規格道路部分は、神田北九州空港 IC 接続無礼点を、キロメートルと、海上区間、空港島区間の3.0キロメートルのみであり、残る4.2キロメートルは、神田港区の1.1キロメートルが2021年5月30日に、供用開始された。地域高規格道路であるが一般道路扱いであり、2014年現在、橋梁部主要部の制限速度は、 時速 60km で車道を通行する原付き、自転車もあるので要注意。北九州空港は24時間運用を行うため、連絡橋も空港が閉鎖されない限り、通行可能状態を維持する必要があり、連絡橋の状態は、福岡県建築県土整備事務所行橋支所から遠隔監視が行われている。協力北九州空港と臨港道路を結ぶ連絡橋。 ありがとうございます。